QVC マリンフィールドです。千葉ロッテマリーンズ対広島東洋カープ、このゲームの模様をお送りいたします。マリーンズの先発は右の石川、対するカープの先発は左のジョンソン、この両投手の投げ合いです。さあ、まもなく試合開始となります。さあ、注目の立ち上がり、トップバッターは田中、第9投げました、外角高め、ボール、1球外してきました。第2球投げました、空振り、タイミング合いません。投球はこれから3球目、見送ってストライク。第4球を投げました、ボール、カウンター2ボール2ストライク。第5球投げました、ボール、完全なボール球、カウント3ボール2ストライクです。投げた、打った、1、2塁間への当たり、1塁へ送る、石川取ってアウト、これでワンアウト、ランナーはありません。第9見送ってボール。第2球投げた、打ったに当たりだ、ライナー、レフト前ヒット、クリーンヒットです。菊池ナイスバッティングです。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。第9菊池走った、投球ストライク、これはタッチアウト、盗塁失敗、これでランナーなくなりました。第2球投げた、ボール、カウント1ボール1ストライク。投げた、シンカーは空振り。投球これから4球目、151キロ直球、空振り三振、バットが空を切りました。カープこの回無得点です。1回の裏、これからマリーンズの攻撃に入ります。先頭バッターは清田、初球はストライク、まずは決めてきました。第2球投げた、見送ってボール、カウント1ボール1ストライク。第3球を投げました、打ちました、ファールボール、追い込んで第4球を投げました、アウトロー、外れてボール、カウントは2ボール2ストライク。第5球投げました、三振、最後は149キロストレート。第9投げました、ストライク。第2球投げました、打ちました、サード後方のフライ、サード落下点、取りました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番角中。第9投げた、ストライク。第2球投げた、これも空振り。第3球はボール、カウント1ボール2ストライク。第4球を投げた、打った、痛烈な当たり、掴んで、これで3アウトになります。ジョンソン上々の立ち上がりを見せています。1回が終了しまして、カープ大事な立ち上がり、まずはゼロに抑えました。2回の表、これからカープの攻撃に入ります。トップバッターは新井。第9初球見送ってストライク、いきなり152キロ。第2球投げた、打ちました、センター前に出る、スライディングキャッチ、ファインプレー、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは DH のエルドレッド。ストライク、少し迷ったか。第2球ボール、大きく外れました、カウント1ボール1ストライク。第3球を投げた、打った、ライト方向へ持っていきましたが、掴みました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番松山。投げました、初球空振り、
変化球にキレがあります。第2球投げました、外、外れてボール、カウントワンボールワンストライク。第3球を投げました、縦のカーブ見送ってストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球を投げました、空振り三振、バットアウト、三振に切って取りました。最後はスイングアウトの三振に倒れました。2回の表が終わってカーブ無得点で終了です。2回の裏、これからマリーンズの攻撃に入ります。先頭バッターは指名打者デスパイレ、スクリュー決まってストライク、タイミング合いません。第2球ストライク、胸元厳しいところでした。さあ2ストライクと追い込んだ。投球は3球目、投げました、打ちました、ライトへ上がった、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番福浦。第1球初球決まってストライク、まずは入れてきました。第2球投げた、打ちました。第3球は打った、新井交代、ファール。第4球を投げた、ストレートはボール、カウント1ボール2ストライク。さあ投球は5球目、投げた、ボール、カウントは2ボール2ストライク。さあ6球目、空振り三振、バッターは6番ナバーロ。投げた、外れた、ボール。第2球投げた、見送ってストライク。第3球を投げました、カットボールはボール、低め、カウントは2ボール1ストライクです。第4球を投げました、4球目空振り、タイミング合いません。さあ投球は5球目、投げました、ボール、カウントは3ボール2ストライク。第6球を投げました、打ちました、ファールボール。第7球を投げました、空振り三振、最後は空振り三振で仕留めました。2回の裏が終わりまして0対0、両チーム無得点です。3回の表、これからカープの攻撃に入ります。先頭バッターは鈴木、ボール、いいところですが外れています。さあ次の投球、投げた、縦のカーブ、ボール、これはわずかに外れています。カウントは2ボールノーストライク。投げた、ボール、わずかに外、カウントは3ボールノーストライク。次は4球目、投げた、見送ってストライク。第5球投げた、アウトコース低め見送ってフォアボール、いきなり歩かせてしまいました。第1球初球送りバント、ピッチャー前に転がした、アウト、ランナー2塁に進みました。マリーン先制のピンチを迎えます。第1球投げた、初球見送ってストライク、まずは決めてきました。第2球打った、ショートバウンド取った、ベースカバーに入る。福浦軽快な守備を見せました。マリーンなおもピンチが続きます。ストライク、いきなり152キロ。サードランナーちらっと見た、投げました、打った、キャッチャー落下点、取って、これで3アウトチェンジ。三塁までランナーを進めましたが先制点を挙げられませんでした。3回の表が終わって0対0。3回の裏、これからマリーンズの攻撃に入ります。トップバッターは鈴木、投げました、アウトコース低めいっぱいストライク、まずは入れてきました。第2球投げました、2球目ストライク、簡単に2ストライクと追い込んだ。投球はこれから3球目、見送ってボール、カウント1ボール2ストライク。第4球を投げました、アウトコース高め、ストレートは外れてボール、平行カウント。さあ投球は5球目、投げました、打ちました、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番田村、投げた、スクリュー見送ってストライク。第2球
投げた、ストレート空振り。第3球を投げた、内角ボール球打った、フラフラっと上がった、取りました。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは9番中村、投げた、インサイドストライク。さあ次の投球、投げた、打ちました、ファール。追い込んでから投げました、ストレートはボール、低め、カウントはワンボールツーストライクです。投げました、低め、空振り三振。ジョンソン下位打線を三者凡退、0点に抑えています。序盤終了しまして0対0、両チーム無得点です。試合はこれから中盤4回に入ります。先頭バッターは菊池。第9球、アウトコース高め、ストライク。第2球、投げました、空振り、これで追い込みました。投球はこれから3球目、1つ外したボール、カウントは1ボール2ストライクです。次が4球目、投げました、ボール、カウントは2ボール2ストライク。第5球、投げました、打ちました、いい当たり、クリーンヒット、ボールが点々と転がっている、ボールはセカンドへ。菊池ツーベース、マリーン先制のピンチを迎えます。バッターは3番丸、大きな声援が届いています。第9球、投げた、初球シンカー空振り、少し迷ったか。第2球、内角低め見送ってストライク、キレのある変化球。投球はこれから3球目、1つ外してボール、カウントは1ボール2ストライクです。次が4球目、投げた、ボール、完全なボール球、カウント2ボール2ストライクです。次は5球目、打った、流し打ち、三塁線惜しくも切れてファール。アウトコース低め、シンカー外れてボール、これは完全なボール球、カウントは3ボール2ストライク。インコース空振り三振、まさに日の出るような直球。第9球、投げた、初球を打ちました、ボールはレフトへ飛んでいきます、掴みました、三塁は、これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第9球、初球スライダー空振り、タイミング合いません。第2球、投げた、これは上がりすぎたか、センター前進、落下点に入りました、取りました、これで3アウト。二塁までランナーを進めましたが、先制点には至りません。4回の表が終わって0対0、カープチャンスを生かす。マリーンズ、この回1番からの高打順になります。先頭バッターは清田、今日の第1打席はスイングアウト。投球これから2球目、インロー、直球は外れてボール、カウントは2ボールノーストライク。投げた、スクリューはボール、膝元外れます、カウントは3ボールノーストライク。直球決まってストライク。第5球、投げました、変化球ストライク、低め。第6球は流し打ち、どうだ、スタンドに入りました、ファール。第7球を投げました、外角高め、空振り三振、最後は150キロストレート。第9球、投げました、外角低めいっぱい、ストライク。初球ストライクから投げました、ボール、カウント1ボール1ストライク。投球はこれから3球目、変化球ストライク、インローへ、追い込んでいます。追い込んで投げました、打ちました、ファールグラウンド、ボールをつかみました。
第9投げた、初球はストライク、まずは決めてきました。第2球投げた、インコース引っ張った、ライトへの打球取ってアウト、スリーアウトチェンジ。ジョンソン、ここまで素晴らしいピッチングを見せています。4回までが終了しまして0対0、ジョンソン一塁を踏ませません。5回の表、これからカープの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは松山、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。投球これから2球目、ボール、カウント1ボール1ストライク。投球は3球目、投げた、打ったに当たりだ、センターへ上がった、これはヒットになります。ボールはセカンドへ、松山ツーベースヒット、マリーン先制のピンチを迎えます。ランナー1人を置いて迎えるバッターは鈴木、第1打席はフォアボール。1球目空振りから、第2球完全に外れた、ボール、はっきりしたボール球、カウントは1ボール1ストライクです。投げた、打ちました、ショート左アウト、これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。第9球ボール、第2球投げた、インローを見送ってストライク、肩越しにランナー見た。第3球を投げました、いいハイ、空振り、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球を投げました、外角低め、空振り三振。さあ先制のチャンスにバッター石原、ひときわ大きな声援が聞こえます。投げました、ストライク、いきなり150キロ。第2球投げました、低め際どい、ボール、カウント1ボール1ストライク。セカンドランナーちらっと見た、投げました、危ない球。さあ4球目打ちました、破った、石原いいバッティングを見せました。マリーンなおもピンチが続きます。さあチャンスが広がって、田中、今日はファーストゴロとファールフライ、初球空振り、いきなり152キロ。ファーストランナーをちらっと見て投げた、これもしかし空振り、タイミング合いません。第3球は外のボール球打った、フラフラッと上がった、掴んでこれで3アウトになります。得点圏にランナーを送りましたが先制点を挙げられませんでした。5回の表が終わって0対0、カープチャンスを、5回の裏、これからマリーンズの攻撃に入ります。先頭バッターは DH のデスパイレ、第1打席はライトフライに倒れています。さあ次の投球、投げた、空振り、少し迷ったか。第3球を投げた、きた、いった、一直線、入った、入った、ホームラン、先制ホームラン、白球は無情にもレフトスタンドへ、ストレートを完璧に捉えられました。チームメイトが迎えます。バッターは5番福浦、今日の第1打席はスイングアウト。第9投げた、初球スクリューは空振り、タイミング合いません。第2球打った、ライトへ飛んだ、取りました、
これでワンアウトランナーはありません。右バッターボックスは6番ナバーロ。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。第2球投げた、見送ってストライク、軽く追い込んでまいりました。第3球を投げました、変化球、空振り三振、ナバーロ全くタイミングが合いません。第9投げました、ナックルカーブ見送ってボール。さあ次の投球投げました、ストライク、タイミング合いません。投球はこれから3球目、低め決まってストライク。次が4球目投げました、打ちました、田中下がっていった、ヒット、鈴木ナイスバッティングです。バッターは8番田村、第1打席はセカンドフライに倒れています。投球これから2球目、危ない球、投球はこれから3球目、ストレート決まってストライク。第4球はボール、はっきりしたボール球、カウントは2ボール2ストライク。第5球投げました、ボール、内角へ、わずかに外れました、カウントは3ボール2ストライク。第6球をランナースタート、打った、新井バックしていった、取ってこれで3アウトチェンジ。前半が終わりまして1対0、ジョンソンとうとう打たれてしまいました。ゲームはこれから後半6回に入ります。この回のトップバッターは菊池。第9投げた、初球縦のカーブは空振り、変化球にキレがあります。第2球投げた、打ちました、投球はこれから3球目、膝元、空振り三振、最後は148キロストレート、はい、第9投げた、初球決まってストライク。第2球投げた、見送ってストライク、もう追い込んでいます。第3球はストライク、空振り三振、丸、全くタイミングが合いません。第9投げた、決まってストライク、まずは入れてきました。第2球投げました、見送ってストライク。第3球は低め、ボール、カウントはワンボールツーストライクです。投げました、引っ張った、クリーンヒット、新井二塁も狙う、新井ツーベースヒットを放ちました。マリーンズ同点のピンチを迎えます。バッターは指名打者エルドレッド、大きな声援が届いています。二塁へ牽制を送ります、タッチはセーフ、二塁はセーフ、変化球ストライク、アウトローへ、キレのある変化球。第3球危ない球、第4球を投げました、打った、これは強烈、入れば逆転だ、いった、入った、ホームラン、逆転ツーランホームラン、白球は無情にもスタンドへ、ストレートを完璧に捉えられました。石川痛恨の一撃、今チームメイトが迎えます。左バッターボックスには松山、これが3度目のバッターボックス。第9決まった、ストライク、
少し迷ったか。さあ次の投球、投げました、見送ってボール、カウントワンボールワンストライク。第3球を投げました、3球目空振り、タイミング合いません。第4球を投げた、打った、ナバーロ交代、ヒット、松山いいバッティングを見せました。右バッターボックスは7番鈴木、今日はフォアボールとショートゴロ、外れたボール。マリーンズここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。投げた、変化球ストライク、アウトコースへ。第3球を投げた、空振り、追い込んでいます。第4球はボール、カウント2ボール2ストライクです。次は5球目、投げた、打った、レフト前進、ヒットになります。ボールは中継、鈴木ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。バッターは8番阿部、第9投げた、初球空振り、変化球にキレがあります。さあ次の投球、2球目ストライク、さあ2ストライクと追い込んだ。投球はこれから3球目、1球外した、ボール、カウント1ボール2ストライク。第4球を投げました、145キロ直球、空振り三振、バットが空を切りました。6回の表が終わって2対1、カープ1点リードに変わっています。代打は井口、中村翔吾に代わりまして井口、背番号。第9投げました、ボール、慎重に攻めてきます。第2球投げました、完全に外れた、ボール、これは完全なボール球、カウントは2ボールノーストライクです。投げました、ボール、これはわずかに外れています、カウントは3ボール。第4球は4球目ストライク。さあ5球目、ストレート見送ってストライク。さあ6球目、投げました、打った、痛烈な当たり、ヒット、井口いいバッティングを見せました。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。打順のトップに帰って清田、ここまで2打席連続三振。インロー際どい球、ボール、わずかに外れました。第2球投げた、2球目ストライク。第3球を投げた、変化球はアウトローへ、ボール、カウンター2ボール1ストライクです。次が4球目、ここは振ってきました、ピッチャーの右へ転がした、一塁送球、菊池取ってアウト、ランナー二塁に進みました。カープ同点のピンチを迎えます。肩越しにランナー見た、第2球投げた、ボール、アウトコース高め、これはわずかに外れています、カウント1ボール1ストライク。投げた、インハイへ、変化球ボール、カウントは2ボール1ストライク。第4球を投げた、打ちました、これはファースト正面、新井ベースを踏んで2アウト、カープなおもピンチが続きます。バッターは3番角中、大きな声援が届いています。投げました、初球空振り、タイミング合いません。第2球投げました、低めストライク、サードランナーちらっと見た、追い込んでから投げました、150キロ直球、空振り三振、ジョンソンナイスピッチング。6回までが終了しまして2対1、カープ1点リードは変わりません。さあここは守備を変えてくるようです。9番石原義行に代わりまして、国防、第9背番号4、
投げました。内角見送ってストライク。キレのある変化球。第2球投げました。真ん中ストライク。これで追い込みました。第3球147キロ直球、空振り三振。石川3球で仕留めてみせました。アウトコースいっぱいストライク。変化球にキレがあります。第2球投げた。シンカーバーボール。カウントワンボールワンストライク。第3球を投げた。ストライク。追い込んで投げた。ストレートはボール。わずかに外れました。カウント2ボール2ストライクです。次は5球目。打ちました。掴みました。これで2アウト。ランナーありません。バッターは2番菊池。第9投げた。見送ってボール。第2球2球目空振り。キレのある変化球。投げた。3球目ストライク。ワンボールツーストライク。追い込んでいます。第4球を投げました。ボール。カウントツーボールツーストライクです。第5球投げました。ボール。カウント3ボール2ストライクです。投球はこれから6球目。打った。ファウルボール。投球これから7球目。打ちました。レフトへの当たり。レフト前に出る。これはヒットになります。菊池ナイスバッティングです。左バッターボックスは3番丸。今日はここまで3打数ノーヒット3三振。第9ランナースタートを切った。キャッチャー二塁へ送球。タッチしてアウト。盗塁失敗に終わりました。7回の表が終わって2対1カープ。スコアボードに0が入ります。さあここは守備を変えてくるようです。第9投げました。危ない球。第2球投げました。ボール。カウントは2ボールノーストライクです。第3球を投げました。決まってストライク。第4球は打ちました。痛烈。入れば同点だ。いったー。入った入った。ホームラン。同点ホームラン。デスパイネ、これで2打席連続のホームラン。ストレートを完璧に捉えられました。チームメイトが迎えます。バッターは5番福浦。今日は三振とライトフライ。第9ストライク。さあ次の投球投げた。ストレートはボール。カウントはワンボールワンストライクです。第3球を投げた。ボール。カウントはツーボールワンストライク。第4球を投げた。あっと引っ掛けた。これは内野フライ。取りました。これでワンアウト。ランナーはありません。右バッターボックスは6番ナバール。ここまで2打席連続。打ちました。痛烈。入れば勝ち越しだ。伸びた。伸びていった。ナバール、いいバッティングを見せました。カープピンチを迎えます。マリーンズ代走を送ります。俊足の加藤、二塁に入りました。バッターは7番鈴木。ひときわ大きな声援が聞こえます。バッターの足元。第2球
投げた、ボール、これはわずかに外れています。カウンター2ボール。第3球を投げた、3球目ストライク。第4球は打ちました、引っ掛けた、ピッチャー横のフライになりました、掴みました。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。投げました、外れた、ボール、大きく外れました。振り返って2塁牽制球。第2球、2球目ストライク。第3球、高めボール球打った、フラフラっと上がった、取りました、これで3アウト。7回までが終了しまして2対2カープ同点に追いつかれています。さあここは守備を変えてくるようです。カープこの回はクリーンナップからの攻撃になります。トップバッターは丸、今日はここまで3打数ノーヒット3三振。投げました、1球目ストレート空振り。第2球投げました、外を際どい、ボール、わずかに外れました。カウント1ボール1ストライク、見送ってボール、2ボール1ストライク、バッティングカウント。投球これから4球目、内角高め見送ってストライク。次は5球目、ボール、大きく外れました。カウントは3ボール2ストライク。第6球はストレート、外れてフォアボール、フォアボールでノーアウトのランナーを出しました。第9球投げました、縦のカーブ、ボール。第2球投げました、ストレートはボール、外角高め、2球目も外してきます。まっすぐ空振り。次が4球目、打ちました、いい当たり、クリーンヒット、一塁ランナー二塁を回った、ボールは中継、ランナー二塁でストップ、新井ツーベース、マリーンピンチを迎えます。先ほどツーランホームランを放っているエルドレッド、ひときわ大きな声援が聞こえます。真ん中見送ってストライク、まずは決めてきました。第2球投げた、打った、これは犠牲フライになるか、取った、タッチアップからホームへ向かう、エルドレッドライトへの犠牲フライ、マリーンズここで勝ち越しを許します。3対2、石川降板、左の松永今日2番手としてマウンドに上がります。ランナー1人を置いて迎えるバッターは松山、今日はここまで3打数2安打1三振。第2球、ボール、カウントは2ボールノーストライクです。セカンドランナーちらっと見た、投げた、3球目ストライク。第4球を投げた、打ちました、さあ投球は5球目、三振。松永降板、マウンドに上がったのは内、今日3人目のピッチャーとして登板です。バッターは7番鈴木、これが4度目のバッターボックス。初球見送ってストライク、いきなり150キロ。第2球投げた、決まった、ストライク、少し迷ったか、肩越しにランナー見た、投げた、インロー際どい球、ボール、いいところですが外れています。カウント1ボール2ストライク、外側いっぱい、見逃し三振。8回の表が終わって3対2カープ1点か。ジョンソン降板、ここでマウンドに上がったのはジャクソン、今日2人目のピッチャーとして登板です。ジャクソン
マリーンズ。この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは初球を打った、レフト落下点に入りました。取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。先ほどからセカンドの守備に入っています。大見で投げました。ツーシーム見送ってストライク。1球目ストライクから第2球打ちました。セカンド左横のゴロ、一塁へ送る、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは2番岡田。ボール。第2球投げました。インコース低め、縦のスライダー外れてボール。完全なボール球。カウントは2ボールノーストライク。ボール。カウント3ボールノーストライクです。第4球はストレート決まってストライク。第5球投げました。アウトコース低めいっぱいストライク。第6球は打ったに当たりだ。レフト前ヒット、クリーンヒットです。岡田いいバッティングを見せました。さあ2アウトから同点のランナーが出ました。バッターは3番角中、今日4度目のバッターボックス。第9球投げました。外角高め、ボール。完全なボール球。第2球ランナー走った、危ない球。二塁送球はどうだ、タッチはアウト。盗塁を阻止しました。8回の裏が終わりまして3対2カープ、1点リードは変わりません。さあいよいよ最終回、トップバッターは阿部。ここまで2打席連続三振。第2球投げました、危ない球。第3球を投げた、縦のスライダーボール。カウンター2ボール1ストライクです。第4球は打った、セカンド真正面、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは9番相澤、今日最初のバッターボックス。第2球2球目ストライク。第3球を投げた、決まった、ストライク。次が4球目投げた、外角低めボール。慎重に攻めてきます。カウント2ボール2ストライクです。打ちました、ファール。第6球は低めボール球打った、ショートバウンド、ボールを掴んだ。福浦うまくさばいています。バッターはトップに帰って田中。第9球ボール、まずは高め、これはわずかに外れています。第2球ボール、カウントは2ボール。第3球は決まってストライク。第4球を投げた、打ちました、ボテボテのサードゴロ。細谷ボールを取る、サードから一塁送球、一塁アウト。これはアウトです。スリーアウトチェンジ。カープ三者凡退に倒れました。9回の表が終わって3対2カープリードはわずかに。ジャクソン降板、そしてマウンド上はクローザー中崎。最終回1点リードの場面でマウンドに上がります。マリーンズ、この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは角中。カープこのバッターだけは塁に出した、初球から打ってった、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは DH のデスパイネ、今日はソロホームラン2本を打っています。初球ストライクから第2球ボール、カウント1ボール1ストライク。投球はこれから3球目、スライダーボール、カウントは2ボール1ストライク。第4球を投げた、ストライク。追い込んでから投げました、打ちました、レフトへ行った、ヒット。デスパイネナイスバッティングです。さあワンアウトから同点のランナーが出ました。バッターは5番福浦。スタンドからはなんとか長打をと期待をかける声援が響いています。第2球投げました、打ちました、ショートの後方フラフラっと上がっている。ここは慎重にボールを取りました。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。投げました、直球見送ってストライク。いきなり150キロ。
第2球打ちました。菊池掴んだ、二塁アウト、ゲームセット。マリーン1点差に届かず敗れました。さて本日のヒーローはエルドレッド。本当に今日は大活躍でした。ご覧いただきました一戦は3対2マリーンズ1点差で敗れました。勝利投手はジョンソン、敗戦投手は石川、そして西武は中崎、実況担当は堂前秀夫で QVC マリンフィールドよりお伝えしました。